ということで、今日は RPG スクール3で作った自作のゲームをやってもらおうと思います。87時間も作ってたの？あの、何にもしてない時間もあるから。あ、そういうこと。ほったらかして寝てたみたいな。寝てた。ね、にゃんちゃんに5回もなんかうんちされたんだけど、何言うの？あ、ブブブって。うんちって気づいた？そう、それを表現しました。ただいま。残業になっちゃったの、ごめんね。さあ、ご飯にしましょう。ついに手に入れたぞ。これぞアーサー王伝説プレミアムミニミニ円卓フィギュアシリーズ。さあ、ガラハートの盾なり。見てるだけで癒される。仕事の疲れが吹き飛ぶ。あら、焼いてんの、ジョン。このジョンっていうのはね、あのキャプテン翼つながりだから。まあ、あっちは犬だったけど。あら、ヨシコからだわ。明日の食事会のことかしら。はいはい、ヨシコ。携帯電話をね、これ表現してるから。こう鳩が飛ぶっていうね、演出。蜂の巣か。実家ではよく見かけたけど、こっちの方じゃ珍しいわね。都会に負けない力強い生命力を感じるわ。私も負けてらんない。今日もお仕事頑張ってくるわね、ハチさん。マチコさん、これコピー取って。はーい。マチコさん、コーヒー切れてるから補充しといてくれる？はーい。マチコさん、電話。はーい。はい、ガモーシカクリニックです。ごめんください、少々お待ちを。マチコさん、コピー。はーい。こんな忙しい歯医者さんの受付はないけどね。うっそー。私もびっくりしちゃって。マチコも絶対見るべきよ、このドラマ。遠慮しとく。もう付き合い悪いよね、マチコ。マチコも何か面白い話してよ。面白いかどうかわかんないけど、今朝、そういえばね、うちの隣木に蜂の巣を見つけたの。今時都会じゃ珍しいなって。なんていうか、蜂さんもこの都会で頑張ってんだなって。私、その蜂さんから元気をもらっちゃった。マチコ？なに？やれ。ヨシコ？その蜂、直ちにやっちゃいなさい。それはちょっと残酷すぎない？蜂を甘く見てはダメよ、マチコ。ちょっとヨシコ、どんな蜂さんにだって、その蜂さんの思考と、その蜂さんの夢があるものよ。殺すなんてかわいそうよ。難しいこと言わねえ、マチコ。でもね、やれ。今すぐやれ。直ちにやれ。やだ、ヨシコったらおかしい。ただいま。ヨシコと盛り上がっちゃったの、ごめんね。あら、焼いてんの？ほら、行くよ。音楽再生してるっていう設定わかる？ジュークボックスでしょ？そうそう。
やだ、今朝見たハチさんが入ってきちゃってる。最悪。これちなみに半実話だから。ほら、そこ。ああ。ハチの巣、こんなでっかいのがあったでしょ。プーさんみたいなやつでしょ。そう。どうして今まで誰も気がつかなかったのっていうぐらいのね。見てみる。だから駆除しましたよ、私が。ひえ、聖杯が、ラスワン賞が、ああ、お願い、それだけはダメ。それは、やっと手に入れたフィギュアなの。私にとっての生きがいなの。働いて働いてようやく手にしたご褒美。ハチさんにとっての蜂蜜と同じよ。ね、分かってくれるわよね。ああ、もう、どうしよう。やれ。私の大事なコレクション、私の生きがい、よしこ、私やる。さあ、戦闘です。一応攻撃、防御、魔法は必殺技っていうのがあります。北国シュートです。これ他人鉢、不幸鉢、蜜の味鉢。他人の不幸は蜜の味から取って。あ、そういうこと、うん、やったすんごいダメージ。もう魔法使えないじゃん。じゃあこれ一回のみ。じゃあこれはほら、戦闘します、逃げますみたいな。あ、うん、ちなみに必殺技はヒットポイントを削って攻撃するっていう、よくあるでしょそういうの。これは4削るから、自分最初だからさ、そんなさ、うん、なんか線とかどうせやんなきゃってこないでしょ。ちなみにこれクリティカルヒットってのがあってね、線じゃあ即死。うん、線じゃん。え、待って、よ、あれこれレベル13ってすごいね。壊れちゃう。私の癒しが、私の生きがいが、みんなボロボロになっちゃった。忘れてた。私にはあなたがいた。それで十分。私の生きがいは、ジョン、あなたよ。今もこの先も。ご飯、まだだったわね。すぐ準備する。食べ終わったら昔のように毛布に一緒にくるまって朝までテレビを見ましょう。気になるドラマがあるの。よしこのおすすめ。サンマは好き？うんうん。お前ちょっと歳を取ったな。よしよし。で、右の機械みたいなのがセーブができるポイント。ここ、うん、この疲れ顔で帰宅する人物の名は川村さん。二つの上がらぬサラリーマンです。会社じゃみんなにバカにされ、今日も無情の風が吹く。明日はいいことあるのかな。どれが川村さん。今歩いてきた人よ。足は足がないサラリーマンっていう歌詞だから。え、曲。ちなみにあれね、バイクだから。船じゃなくて。グラフィックなかったもんで。でもブンブンって言えばさ、バイクに見えない。あと効果音、これ半分実話だから、あなたの話ですよ。え、引かれた。オーラ悪くねえからだっていうね。あなたのこと引いた、バイク野郎の話で。
半分実は。大丈夫、あの人は多分ろくな人生を送ってる。川村さんの中で何かが弾けるから。川村くん、また君かね。プッツンってこと？いえ、これは誤解になります。いい加減にしてまい、まったく。ひそひそ、ひそひそ。こんなに友人もたくさんだ。君の胸は足が晴らす。行った。帰って殺人鬼になったりしないんで。これね、ちなみにメイキングをね、公開したの時にね、こいつただのヤバいやつじゃんって書かれてた。足はぶん殴りおじさんだ。必殺技はあるけど見つけちゃった。怒涛の羊って言うんだけどね。やった。粉砕。殺人。たわけ。ミスタージャスティス、ぶん殴りおじさんのショー。足はぶん殴りおじさんで歌詞が変わるっていうね。同じ曲なのに。やばくない？警察手帳さ、悪用し放題。このね、画面スクロールもね、大変だったわけ。仕組みを覚えるのが。これ何してるかっていうとね、ほら、結構カメラ割り凝るタイプでさ、これ何やったかっていうと、透明のキャラクターを作って、透明のキャラクターを上に歩かせることによって、カメラがウィーンって上がってるように見せてるっていうね。今日は一段と張り切ってるわね、三上さん。このスライド1枚だけでもう50分も喋ってる。ロスタイム入りましたよ、三上さん。なんてね。チンチン。仕事はしなくちゃね、バイトとはいえ。だけど子供の日のイベントでするようなプレゼンテーションじゃないわよね。日本を強くした憎まれ役、現像と私。この大人の人のさ、声がさ、ゴロゴロゴロってなってんのってさ、何かわかる？元ネタ？え？スヌーピー。先生とかさ、聞こえないんだよね。そうそうそう、先生とかさ、みんなそうじゃん、ゴロゴロゴロって。子供の声だっけ。あぶね、私、寝ちゃってたよね。モンキー。お猿さん？なんで？シッシブッヘー、やってくれたな。あ、見つけちゃった。必殺技やった。今まで今までが強すぎた。猿がめっちゃ強いか。どうしよう。どうしたの。怖くない？ちょっとだけ。え、夢、もう寝ちゃってるから夢なんだ。気づいた？片桐くん、片桐くん。
三上さん、会場の皆さんは帰りましたよ。ま、あんなことがあっちゃね。でも大丈夫です。何が来ようとも指一本触れさせない。三上さんにはこの私がついてます。さあ帰りましょう。片桐くんっていう話さ。サクサクじゃん。人がさ、80何時間かけて作ったものをさ、たった13分。でも次のこのショーは一番夜を食ってるからメインって言ってもいい。今日は FF4 の発売日じゃ。それファストブレイクだ。なんちゃって。大人気ゲームの FF4 を買いに出かけたい志田君、彼が無事ゲームは帰りを導いてあげてください。帰り自転車なくなっちゃうやつ。え。あ、そういうのも面白かったな。気づいた、これもね半分実話だから。だから帰り自転車なくなってんのかなと。さあ始まりました。一緒に帰りに行こう。気づいた？すごいでしょ？しけた曲だな。違うのにしよう。これしか流れません。あ、ついてないみたい。だって他人だもん。気づいた、セーブできる場所があるって。これ大事なんだよ。この先ない。大事なんで、ここであれ言ったけど、一番容量を使ったあのショーだから。どうしたの？え、今後これを連れてこうかな。ちなみにね、あの猫人懐っこいからついてくるよ。マジでよく気づいたね。じゃあ待ってなくて来る。遅いけどね。ほら来てるでしょ。ちょっと後で迎えに来るね。今見た？薬1200円。 HP は何て書いてある？え、いらない。
今言ったから気づいたけど、言ってなかったら気づいてたでしょ。買ってたかもしれない。はい、入りづらくもいいなら。なかった、思うけどスパムおにぎりじゃないね。スパムじゃないのないの。鮭とか今気づいた、これバグだね。本当はコンビニも3つ用意してたの。え、だから設定がコピペのまんまになってる。だからスパムおにぎりしかないの。本当はファミチキとかも売ってたわけ。結構強いでしょ。スパムおにぎり買うのかな。でもね、2だし黄色いよ。本当はファミチキ的なものもね用意してたんだけど、そこバグだね。バグっていうかなんだ、設定ミスだね。道行ってた。確か200何円、240円とかじゃなんだっけ。なんかもうちょっとさ、なんか HP が30とか回復するのないの。2ってな。2 歩いてても回復しそう。2だったら。すごい、買い取りカウンター。このショーの目的は、あの解説にもあったけど、無事ゲームが買えるようにしてあげてくださいって。じゃあさっきのさ、常識知らずとあと7回戦わないってこと。あ、もう出てこないよ。もう出てこないから。やっちゃうぞ。それ使ったら余計にヒット分減っちゃうよ。でもさ、1回復してさ、今あやった。奇跡。奇跡。
500円。あ、これも設定ミスだね。なぜか下のやつが逃げちゃった。どうなんだろう、戻ってきた。こういうねバグも楽しいでしょ。言い訳に聞こえるかもしれないけど、こういうのが残ってるのが面白いからね。でもさっきのあのファミマはマジでちょっとミスだね。あれはちゃんとしたかったな。ヒットポイント1しかないね。え、完封しないの。家帰ろうかね。欲しいなナイフ。買っちゃうかなナイフ。強くなるよ。さ、50の概念がちょっと分かんないんだけど、50上がって。じゃあ自分の今のステータス見たらいいじゃん。強さっていうので、確か Y 押すと出てくる。今力が60。攻撃力が今だから25。それが50になると。え、50増えるんじゃない。50増えるんだよ。ちょっと考えるわ。一旦ちょっと冷静になるわ。ここは力入ってるからね、このショーは。ちゃんと RPG っぽくなってるでしょ。で、セーブもね、あっちこっちにちゃんとあるでしょ。ちなみにヒットポイント1だからね。分かってる。これね、もう便宜上こうなっちゃうんだよね。あの、宿屋扱いになっちゃうから、せっかくそうやって設定しても、これはもう必ず表示されちゃうの。宿屋にしたかったら。さっきからさ、なんか鉄拳がやりたいとかさ、言ってんじゃん、ライデンみたいな。あれはね、あの投票で落ちちゃったソフトの中で、自分自身がちょっとやってみたいと思ったもの。え、ちょっとナイフ買っとけばよかったよ。え、没収されちゃった。うん、今持ち金どうなってんの。ゼロ。二度も。これヒントあったんだよ。え、あの、こんばんがやばいってやつでしょ。うん。ゼロになってる。どうせゼロになるなら。悩んだのにね。もう警察にも行っちゃったし、パツキンの人たちにも関わっちゃって。もっと手前の方で行ってくんないかな。やった。これ分かりやすいでしょ。調べたものが青になるって、うん、これヒントがあったんで、朝目覚ま時計、ね、時計にヒントがあったんで。なんか
シーンだね。怒られちゃった？ここは有益な情報がいろいろあるわけ。かまれそう。え、ねえねえ待って、12のダメージって今どうなってんの？倍。1、よかったね。だからあれって一緒よ、よかんじゃん、 RPG で毒扱いみたいなさ、そっから下はいかないよっていう。やった、ね、うん、ちょっと今1000円になったからナイフ買ってくる。ナイフどこなった今1000円になったよ。こちま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 ね、こじき始めた、広い銭。あれ銭広い。ナイフ2本ぐらい買えたかもしれない。どこだっけナイフ屋さん。ねえ、どうなってんの今、体。ショップでナイフ10本買おうかな。なんか申告制のお店やだな、自分でなんか選んでた、なんかレジ持ってきた。8円取るのか。切れるの？装備ってとこを あの選択すれば装備できるよ。買っちゃってるよ、3個4個。え、ね、ちょっとさ、買えますか？いいえ。ないない、そういうないない詐欺。ないない、せっかく買ったんならさ、装備しなさいよ。装備するけど、そんないくつも言わないよ。でもほら、アクセサリー1と2になってるじゃん。あ、まあね。だからさ、右、足さんの単語もないよ。だからちょっと、右の靴と左の靴バラだって。一足100円っていう。余ったやつ売ったらいいじゃん、じゃん。まあね。でもいいよ。ここではやだ。なんかさ、また変なもの買わされたらやだから。ペルソナ2がやりたいとか言ってる。さっきからこの人バス代誰か。めくってあげて。上書きしない方がいいんじゃないの？なんで？戻れた方がいいじゃん。どこに？もうもはやもうどこにも戻りたくないよ。やった。最悪、金髪だったよ。セーブしとけばよかったよ。だからそこにあった。いや、セーブしよう言ったじゃん、したのに。言ったじゃん、上書きしない方がいいって言った。だから別のとこに。あ、そういうこと。そうだよ。なんだ、1からやり直しだよ。1からって どこから。じゃあさっきのロードして、あ、だからこのショーの最初からだよ。やった。うん、どうなる、あれ、お金盗まれる前。あ、盗まれる前じゃない。前、やった。え、なに、職業サッカー選手なの？うん。サッカーしないね。ゲームに抱えに来ちゃう。よかった、今話しかけ。ねえ、だからさ、うん、ここでセーブしてボラれたってこと？そうだね。親切でしょ、そこにちゃんとセーブがある。ねえねえ、ナイフ屋さんどこだっけ？油を買いたいんだけど。
ねえそういうのは大丈夫だから噛まれたい放題ね、なんでさっきから犬はすごい凶暴なの昭和の犬昭和の犬あ、ちょっとね、やばいやついるじゃん。ねえ、ねえ、ちょっとさ、半透明なのはさ、なんていうの、ゴースト的なさ、見えちゃいけないものが見えてるのかな。どうしよう、話しかけちゃうかな。話しかけちゃった。あ、見えてるよどうしよう。でももうさ、ここに来たらいいえ、いいえってさ、君に言ってる時点でさ、見えてるよね。でもいいえやったら、とりあえずいいやったら、え、見えてる、とりあえずいいやったら、なんでとりあえずいいやったら、見えちゃったら、いいやったら作り主が言ってんだよ、これ言われてしっかり聞こえてるではないかって言われたでしょ。いや、まさにその発想よ聞こえてんじゃんって、ね、気が合ってしまって、まだシューズ買うの？ねえ、ちょっと待って、これで何個買う？これで買ったの？うん、買った。そこ、マチコの家だよ。寝かせてもらおうかなと。なんだ、持ってたんじゃ。ヒントはあんだよ、財布を忘れてって歌歌ったじゃん、うん、なんだっけ、サッカーボール、うん、装備できるの？できるよ。寝ることはできない。そういうやつかと思った帰ろうでもいいもの手に入ったじゃん。飲む。1 でもどうすんの、これでも戦えないよきっと。3刀流どうすんのそれ買って。装備すんの。うん、で装備したよ、強くなったよ。右手にサッカーボール、左手に果物ない怪しい怪しい子供が。え、子供なんだこれ。でサッカー選手だったんじゃない、まあ、サッカー選手だけどさユース、あ、よく分かったね、ユースってするしかないんじゃないの？これ？うん。あ、高い。家で休みたい。
ら60になって、途中で使ったスタミナドリンクは本当に、ね、意味がなかったっていうね。飲み込まれたよ。これでだからもう、これでだからゲームセン行って、うん、大学生狩りだよ。サッカー選手がサッカー選手がさ、ボールと果物ナイフ持って大学生狩り。全然違う。これでもう必殺技使ってヒットポイント削る必要がなくなったじゃん。ナイフ買ってよかった、うん、でも100円だから。でバグですよ。違うよ、ビビったんだよ、うん、強いやつがいたから。あ、そういう風に解釈してくれた。あ、怖いみたいな。バグも作っとくもんだね。言うじゃん。そのさ、1000円の果物ナイフでさ、こう大学生からさ100円巻き上げんのもいいんだけどさ、10人を倒さないとさ元取れないよ。もっとだ、あ、これだからさ、出たり入ったりして大学生をやればいいんだよ。え、そういう風になってたっけこれ。本当はでもほらさ、本当はね、本当は倒したらもういなくなるわけ。本当はね、でも帰ってくるもんね、変なあのことが起きてるからね。ほら帰ってきた。でもう話しかけてもないはずなんだよね、設定上は。あ、いる？いた。やっちゃった無限大学生。でもここで80回ぐらいやるの嫌だな、大学生。でしょでしょ。100円か、1000円くれないかな。でしょ。8回ぐらいやればいいんだと思ってさ。もっとさ、うん、いい大学生いない。いないよ。ボンボン、どっかの。いないよ。一番ハーブ。だから、あれだよ、だから FF を買いに来た大学生をやっちゃえばいいんだよ。持ってる。だんだんそういう発想になってくる。これ似たんだよ。こっちがやっちゃう。ここでだってさ、逆にやられたんだっけ。積年の恨み。あ、じゃあどうなのか見てみよう。倒します。で、いなくなるんだよね。で、そうそう、ゲーセン行くんじゃない。そういう風に解釈してくれた。じゃあ一応教えてあげる。手っ取り早いここの攻略法。おじさんが一人言ってたんだけど、お金が。バス代なくしたって。お金じゃ。おじさんにバス代渡してたら8000円くるかな。バス代はあなたそこの樽からもう奪ったよ、220円。え、おじさんの楽だったの。そうだよ。返すよ、じゃあ。大学生やったし。ん大学生のさ、あ、クマップで言えた。これ、あ、売ろ、これを売るべきよ。あの作り主だから言うけど、あの、はい、あいつにはいは絶対言っちゃいけないから、ね、なんでやられる。うん、やられる。でさ、お店いっぱいあるのにさ、よりにもよってさ、油売りに行ったお店じゃダメよ。クマップ、うん、買い取りカウンター。いくら？2900円。売った。あ、買える。慎重だね。だってさ、なんか、うんうん、いいよ、じゃあセーブしな。犬に噛まれないでしょ。あ、ちょっとさっきからさ、このブルースリーがさ、ブルースリー気が合っちゃうんで。ここほら、そういう通りだから。ブルースリーロードってこと。そう、よく人走ったりさ。ああ、
ちゃんと毒っていうね、持ってると。あ、すごい行列。ちゃんと一人一個だよね。スタバの福袋的な。なんかなんだっけ、70個だっけ、なんだっけ一番で、ね、並んだ人がはい、売り切れです。100個限定とかでさ、なんかさ、うん、何十個くださいって言っちゃったやつだよね、うん、他で生マンとかだったよね。ほんと誰かツイッターに上げてた。生マン、なんかすごい学校。ほんと僕も FF をください。まあ、お家が見えてたでしょ。うん、自転車がなくなるか完売かね。本当は両方だけど。石田の兄ちゃん。ここに来たね。僕でもサッカー教えてくれる？これさっきの子よ。ボール持ってんじゃんね、右手に。そして左手にナイフ。でもさ、大学生をさ、やったサッカーボールだよ。二つにかけてんの。あの、ここの手っ取り早い攻略法はね、財布を忘れてって、あ、そうだ、貯金用って言ってさ、5000円握りしめて、さらにジャージとサッカーボール出てんじゃん。あれを、なんちゃらオフで売ると、はしゃぶる。なるわけよ。で、サッカーボール打っちゃったからないよっていうオチなの。持ってる。持ってたね。武器に使ったから。スパースパー。ねえ、私このうっぷんおじさんがさ、うっぷん溜まっちゃうよ。歩きながらするのは条例で禁止されてんだよな。弱ったな。煙たいな。距離取ってる。あの人2本目吸い始めたよ。煙たいな。吸わない人にだけでなく、ルール守って吸ってる人たちにも迷惑だよ。あの、すいません、私、あんたの煙が煙たいのです。町の条例ですから、歩きながら吸うのはご遠慮いただけますか。なんだてめえ、決まりなんでお願いしますよ。で、俺は何の罪で罰せられるわけ？スパスパ。回想。会長の前で恥をかかしやがって。お前のせいだ。しかし。お前は明日から地下5階お荷物部署へ移動だ。そんな、足の言い分もどうか聞いてくださいよ。これは決定事項。なんだその顔。こんなに鈍しになってたまるか。で、俺は何の罪で罰せられるわけ。河村君、また君かね。いえ、これは誤解ですよ。いい加減にしたまえ。急いそ、急いそ。こんなに鈍しに足はもうたくさんだ。シャップン殴りをしたんだ。はい、死亡。たわけ。足はぶん殴るよ、おじいさん。え、おじいさん、おじいさんどっち。シフ音符だからね。ちなみにさっきの半分実話だから。
電車来てるラッキー、みんな乗るよ、あれ電車だから。え、ぶん殴られるよ横入りしたら。もしどんなさいました、この電車赤羽に行きますかね。おい加藤、これ赤羽まで行くんだっけ。ん、行かない、行かないそうですよ。どうもありがとう和田くん、これ赤羽に行くわよ。あのすいません、やっぱり行くそうです。そうですか、出発進行。え、おい加藤チョコボ。さあこの気まずい空気おもてなし これね、会話劇だから。君には悪いことしたね、すまないね。いやいや、こちらこそ帰って気を使わしちゃって申し訳ないです次の赤羽に雪が到着するまで僕が案内しますよ。ありがとう、助かるよ。都会の電車は難しくてね、難しくてね次は何分後に来るんだろうか。お調べしてますね。最近は電話で時刻表が見れるのかい、便利やの。25分後ですね。結構ある都会の電車でもそげな待たされるんか。直通っていう少し特殊なやつになりますんで。特殊、あ、特殊ね。都会の電車は難しい、難しい。君、名前は？小田です。小田和正です。あのね、キャプテン翼に出てくるわけ。あの歌手の。歌手ではないですけど、よく言われます。ほんの小さな出来事に。それ多分違います。ニュアンスは分からなくもないんですけど。そっかそっか。足は河村巡査と申します。え、巡査の名前？巡査さんなんですか？巡査ではないが、巡査としてこの世に生を受けたんだ。僕が頭悪いんでしょうか？おっしゃってる意味がよく分かりません。心配なさらな。あ、しもよくわかっとな。以前に一度ポケモンにされたこともありますよ。あと石板集めの冒険とアメリカ大陸横断、それからロボットに乗って宇宙に行ったこともありますよ。それ自慢話ですか。いやいや、長くやってると実にいろんな経験をするもんでね。僕にもそういうのをやってきますかね。さあ、小田くんは何か趣味でもあるのかい。趣味と言いますか、サッカーを。こう見えて全国に出たことがあるんですよ。で、今はどうなの。痛いとこつきますね。よし、これもなんかの縁だ。足は小田くん、君を応援する。君が辛い目にあったときや、くじけそうになったときは、この、あっしが君を応援してることを思い出せ。河村さん？その代わり、小田、君もこのあっしを応援してくれ。辛いときや、くじけそうになったときは、小田が応援してくれてることを思い出すよ。ツッコミどころが満載でしたけど、とりあえず、お互い頑張りましょう。うん、頑張る。おお、電車が来ましたよ。これは河村さんが行く赤羽直通ではありませんよ。だが、君はこの電車でいいんだろう。ええ、まあ。なら乗れ。河村さんは大丈夫なんですか。大丈夫大丈夫、次のにちゃんと乗るから。次のも赤羽に行きませんよそれなら次のに乗ればいいんだろう。
多分。ところで川村さんは赤羽にご自宅が？自宅なわけだからよ、生き方も知らんだからそれもそうか。では何の用事でこんな夜中に？男にはやらなければならないことがあるんだよ。小田君は足のこと応援してくれるね。ええ、まあ状況がよく飲み込めないですけど。まあまあ心配なさるな。達者だな、小田和正。ああ、だからこんなだけはそれ多分違います。そうだ、その気持ちだ。君に幸あれ、足に服あれ。演劇的な演出ね、クライマックスで暗転みたいなね。さあ帰りましょう、オタ君。みんな、というゲームでした。え、どうミニドラマを見てる感じでしょオムニバス的な。うん、でも繋がってるでしょ、微妙に。しかもマチコちゃんいたもんね。半分あれだからね、実話だからね少しずつほらやれることの幅が広がってるのが分かるでしょ、うん、ショーが進むにつれて。あ、これも自分でねキャプチャーしたんだよ、この場面を、この場面をみたいな。で、本当はあとね4本ぐらいストーリーがあったの。でもちょっと時間の都合上ねカットした。でもその布石っていうか、それを匂わすようなセリフは実は石田哲夫くんのショーで散りばめられたの。何かとは言わないけど、もうそれも半分実話の話あと気づいたことが分かんないけど、これ全部帰宅っていうのがテーマになってるから。で今回時間の都合で入んなかった4本も帰宅がテーマ。本当はもっとねやれることが、こういうことがやれるってことは知ったから盛り込もうかなと思ったんだけどね、無理がある部分があって、フィールド画面を使ったやつも作ろうと思ったの、うん、なかったでしょ、なんかこうドラクエ的なね、うん、そしたらこのゲームねフィールド画面ないの、マッチしかないってこと。あのねペルソナ2的なね移動方法なの、ほら A 地点から B 地点とか C 地点にこう移動する感じ、うん、自分で選択してそういうのはあるんだけど、あのドラクエ的なマップみたいなのはないの。だからそれでねボツになっちゃった。ちょっとだけ言うと、ほらお家にね自分で帰ろうっていうね、バスについてけばお家に帰れるかなみたいなね知ってる？知ってる。あなたの話ね、それも帰宅がテーマでしょ。あれ大変だったな、8時間かかったな帰るのにそういうのもあるしね、うん。でも一昨日も実はやったんでね、それ3時間帰れなくなっちゃった歩いてて、お帰りは、あ、最後はぶん殴りおじさんの歌じゃないんだよ何あれが良かった、ぶん殴りおじさんの歌が良かった、うん、足はぶん殴りおじさんだつ。でもほらこの後ぶん殴りおじさん何か知り行ったかもしれない。だからやばいことでしょ部長と課長と係長が描かないけどね、そこはね。わかんない、ほら、小田くんと喋ったことによってさ、気が変わったかもしれないじゃん。なんか、ああいうおじさん変わんないよ。意思固い。ほら、次と次のに乗るとか言って、これ適当だったじゃん。だから、もしかしたら乗ってないかもしれないじゃん。乗った。本当は、ぶん殴りおじさん、マーク2、MK2 の後に、その、うん、お家に、一人で、バスのやつが帰るとか、あったし、クイズ王の話とかもあったわけ。話しかけなかったけど、広場があったじゃない、金髪の
あそこの赤ちゃんよちよちしてたじゃん、うん、お隣のお姉さんがいたの。あんた話しかけなかったんだけど、あのお姉さんが実はクイズに出場するお姉さん。へえ。話しかけなかったけど一回も。だってさ、偶然にやられるかも誰が敵かとか、あの猫ちゃんがさたむろしてたあの辺、うん、あそこ交通事故がよく起こるから猫ちゃんが弔いにっていうかさ、魂にねいっぱいいるっていう設定なわけ。あなたもそこでさやられた、バイクに轢かれたじゃんあのあそこの交差点、あの今も事故がすんごい多発してるのね。うん、うん、しかもほとんどがバイク。うん、うん、でだからそこにさ猫ちゃんたちがいっぱいたむろしてる。 そこ猫が多いから危ないんだよね。猫がでいっぱいいるじゃん、うん、あだからみんなねなんか感じ取ってね来てくれてんのかなっていうふうに思う一方でね、みんなほらあそこでお亡くなりだ、ちょっと言葉あれだけど、うん、だからねお供え物があるわけお菓子的なねそう、それに群がってんじゃないかっていうね、うん、っていうのでね、だってあんな小さい広場にさ猫結構いるよ。いるでしょ、うん、どうだった、まあまあ楽しめた、うん、これどの話が良かった、え自転車取られちゃったやつ、えそんなんなかったよそんなんなかったよでもあの話だね、うん、うんうん、あそこはでも改良と違ってね、あのコンビニ、コンビニの部分ね、まあ、金髪の大学生はそういう風に解釈してくれるんだったらあのまんまでもいいかもしれない何度でもやるよでも日が暮れる日が暮れる死体の山大学生の、あと果物ナイフ壊れる設定になってるからあれは行こうと思ったんでね、摩耗するんじゃないかなって、あするんだよちゃんと、運が良かっただけでね、全部あの一応帰宅がテーマだから。でも赤羽のおじさんは赤羽にあの成敗しに行くんでしょ